人間の体温は表面部分で約36から37度内部はそれより約1度ほど高い38度ぐらいに保たれていますお酒の中に含まれるアルコールを科学的に分解しようとするならば通常200度から300度なければできないところを体内では38度でやってのけますその他の物質も 全て38度ほどで処理してしまうのですから驚きですその秘密は人体の中には酵素と呼ばれる触媒を持っていて分解中和合成など想像を絶するような複雑な作業をなんと同時進行で行ってしまうという仕組みにありますその数500種類以上も持っていて必要に応じて増やしたり減らしたりしているのです 蛇やカエルは外気温によって体温を上げたり下げたりしていますが人間は体温を一定の温度に保つことによって生命を維持するようにできています夏と冬の温暖の差があっても同じ体温でいられるのは酵素に似た,似た伝達物質を使って寒いところでは体温をたくさん作る方向に働き暑いところでは体温をあまり作らないように抑えているからです このように人体にはさまざまな制御システムで体を温める活動が強くなるという火の作用と体を冷ます活動が鈍くなるという影の作用が共に働いていることがわかります影滞在性体質とはこの火の作用が弱くなっていたり大元である生命活動が弱い場合などの虚した状態を言います体内が巨してくると 結果的に元気がない疲れやすい体が冷えるといった影の性質だけが目立つようになります影滞在性体質に対する食事療法としては他の体質よりも比較的簡単に対応できますなぜならば拒しているのですから補ってやればいいからです他の体質がこのようなものは食べるな総量を減らすという ブレーキ的制御法であるのに対して影滞性体質の場合は足りないものを食べなさいというアクセル的制御法でのコントロールが主体になりますもちろん陰性食品などの制限はありますがこの体質の場合比較的くもなく脱することができるので問題にはならないでしょうこの体質の場合 体内熱を高めるような食品の比率を高くした食事に心がけるようにします。また、量ではなく質を重視しなければなりません。好ましい食品主食は玄米が良い。日本そば、お餅梅干し、梅焼茶くず、ごぼう、人参、レンれんこん、玉ねぎ、自ね薯などの根菜類ごま、 ピーナッツなどの油脂を多く含む食品。うなぎ、鯉、土壌などの川魚、アンコウの肝、レバー、シジミ、カキなどの貝類、健康食品では、ゲーセン、小麦ハイメ油、朝鮮人参、卵油、スッポンエキス、サメエキス、カキエキス、マムシなど、避けるべき食品。 唐辛子やわさびなどの刺激物コーヒーやコーラジュース類アルコール類などの細胞組織を緩めるもの柿やイチジクブドウなど特に体を冷やす果物砂糖をたくさん使った菓子やケーキまた食事の内容は陽性食品を中心にするというだけで極端な陰性食品を避ける以外は野菜や海藻類キノコ類 豆類なども少量添加してバランスよく食べてください調理例としては根菜のかき揚げきんぴらごぼう鮎の塩焼き濃いコク、土壌の天ぷらしじみの味噌汁うなぎのかば焼きニラとレバーの炒め物など料理の種類は豊富にあると思いますさらに食事療法での注意点としてはよく噛んで食べること と抗性体質になっているときは基礎代謝が低下しているのですから消化に負担にならないような食べ方をしてください玄米ご飯であれば一口最低50回ぐらいはよく噛んで食べるようにします極端に体力を落としてしまっているときの食事としては健康食品の玄泉や玄米スープくす湯が速効しますただし 甘い菓子やジュースを飲んでいると効果が出てこないので注意が必要です。玄米スープの作り方1玄米を土鍋できつね色になるまでよくかき混ぜながら煮る。2多めに水を入れてとろ火で玄米が柔らかくなるまで炊く3火を止めたらすぐに裏ごしをして軽く塩味をつける一過性の影滞在性体質の場合は そのほとんどがこれらの食事を数日しただけでも体質が変化してきます症状の変化や味覚の変化が現れたら再度体質判定をし直して常に今自分がどの体質になっているかを知るようにしてください